こんにちは、ジャンゴです。今回は、将棋をね、やっていってみようと思います。ということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。さて、お、アイテム見つかりましたね。行きましょう。対局開始。こっちから、先手ですね。よろしくお願いします。ね、ちょっと待って。角の道開けてきた。こっちも角を動けるようにする。そのままつついてきた。これはどうするんだろう。そのままつついてくる。なるほど。これはね、ちょっと待って、どうすればいいかわからん。なんか守った方がいいのか。いやでもね、これやっちゃうとね、トビさん横に動けないから逆に良くないかもしれない。トビちゃんの動ける範囲狭くなっちゃうから、これをやるならささっと銀は外に出た方がいいんじゃないか。ちょっとわかんないけど、原始防御、なんだこれ、なんかドラゴン出てきたね。はい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 。まあ、なんかとりあえずある構えなのかこれ。これはここからどうするべきだ。とりあえず相手が攻めてこようとしてるラインはここなんだから、ちょっとこっちに戦力を集めた方がいいんじゃないかな。わからんけど。で、タマちゃんが動いてきたよと。ちょっと待って。そしたら、もう一歩前に行っちゃおうか。金ももう一歩前にすれば、トビさんまた横にね、自由に動けるようになるから、相手のタマちゃん逃げても、左の方ね、追いかけていけるんじゃないかなということですね。お、なんか出てきた。それも横に自由に動けるように開けておきますか。さあ、これでどうなってるんだ。とりあえず相手が攻め、相手が攻めてこようとしてるラインは守っているぞと思ったんだけど、そっちから今度は来るのね。はい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 。じゃあ、とりあえずトレード拒否で行ってみるか。トレード拒否して、あ、違うよ。何考えてんの。そうか、これはまずいね。あれ、そっかそっかそっか、何考えてんだバカタレ。ちょっと失敗した。ちょっと失敗したけど、一旦追い出して、わかんない、これも追い出す。ドラゴン作らせちゃった。大失敗だなこれは。きっとバックする。そしたら、あ、しかもまた角の動きが悪くなってる。角が身動き取れないのは良くないと思ってるんだけどね。まあいいや、ちょっと角バックできるようにして、後ろから行きましょうか。一旦角バックできる体勢で、あ、ただ、相手の角も突っ込んでくると、そうか。相手の角も突っ込んでくると、それはそれでまずいのかな。相手のドラゴン嫌だね。そしてこっちはあれか、手持ち手札がないのか。手札がないのもつらいな。とりあえずちょっと角を動きやすくしましょうか。はい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 。こっちポがないのがまずいな、マジで。一旦タマちゃん動かしておくか。いや、わかんねえ。どうなんだろう。いや、むしろこっちか。相手のドラゴンをなんとかするためにも、ちょっとこっちも近づけていって。いや、ただね、相手の方だけ裏返ってるっていうのが、もうすでになんか悪そうなんだよな。
相手だけ、ドラゴンが出来上がってるのはちょっと良くない気もするな。どうなんだ。あー、まあ一応こっち行くか。手札に俺は手札に何も持ってないから、その辺ちょっとねポでもいいから補充したいよな。さあどうだ。まあ相変わらず俺の方が時間使ってんのは間違いないが、相手もそこそこ時間使ってくれてるんじゃないか今回は。まあだとしてもって感じだけど、こっち、ポがないと、ポがないのつらいね。無理やりここでポを取るか。いや、なんか他のラインはね取りに行けないんだよね。どのポもどのポも取れんっていう。どのポも取れんからここ行くしかないな。金で取るか銀で取るか、銀で取るか銀で取るか。まあ銀だったら元の位置にバックしうるので、こっちで行きますか。でこれで1枚ポーゲット。このポーを使って戦いを仕掛けていこうぜということですね。さあこのポーでどう戦うか。一旦相手のドラゴン下げたいよな。相手のドラゴンをあのラインからちょっと下げたいが、そのためにはどうすればいいんだ。相手のドラゴンに一旦撤退してもらいたい。一旦左の金前進、いや銀か、銀前進。おっとそっち来る。まあでもこれは追い出すしかないか。結局手札なくなる。これまた横避けるよね。そうか、手札そこに使わせたいのかってことなのかな。まあこれは多分横に戻るでしょう。そうだよね。となった時にまた手札ゼロか。手札ゼロになる。そうだな。いやちょっとこれは、いやでもポがないと結局な。こっち行くか。あでも相手にはポがあるのか。相手にはポがあるからつついてくるか。あでもそうか、置けないんだね。相手は使える列が1列しかないわけか。なるほどなるほど。あのオフサイド的なやつがあるからね。はい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 。だからお互いちょっと手札は有効活用できそうにないんだね。ちょっと前に行ってみるか。これだってつついたらバックするしかないでしょ。こっちも一応トビさんいるから、ドラゴンに、このまま金をね頭からぶつけていけば多分斜めに下がるぐらいしかないような気がするんだよな。でそこの列に下がれば、上から4段目の利きが消滅するから、まあもうちょっと何かやりようがあるんじゃないかという話になると思うんだけど、まあとりあえず一回バックさせないとね。手札がない状態をなんとかしたい。ケイちゃん来る。ケイちゃん来る。まあ一旦ドラゴンバックしてもらいましょうか。ドラゴンにはバックしてもらう。多分バックしてくれる。バックしてくれる。で、ドラゴンバックさせてから、ドラゴンバックさせてからここ前に行くか。
それは5分、あいや前か後ろか、あ一応こっち、あでも良くないねこれ良くないねこれ、そうか、あれちょっと失敗してる、おっと、あれちょっと待って失敗してるか、おや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 あ間違えた、何やってんだ、1個ずれて角取ってきたらもうポで突っ込むか、1個ずれて角取ってきたらポで突っ込む、しょうがない、もう間違えちゃったんだからここから突っ込みましょう、ただ相手近くにドラゴンいるのと金もいるので、あーどっちで取るか微妙だな、まあ、これなら確実に一回王手にはなるんだけど、たまちゃん、ただ相手はいろいろ持ってんだよな、とりあえずポで追い出すとかができちゃうから、まあでも一回取るか、で多分ポで追い出すんでしょ、多分ポで追い出すんでしょと、うんまあ横取って、あれ？あ、まずいのかこれ、あ、まずいのかこれ、おっと、ちょっと待ってこれもっかいポで追い出す、もっかいポでちょっと相手のドラゴンどっか行ってもらって、相手のドラゴンどっか行ってもらって相手のドラゴンどっか行ってもらってからもう一回つつく、まあ今の右か左か迷ったんだけど左にしてみたよと、角が来る、あバカなそういうことか、なんて野郎だ、あれこれトビさんやられちゃったらもう無理じゃない、あマジか、ちょいやとはいえちょっとどうしようもないな、あれトビさん行く、あーこれ無理だね、そうなるとちょっともうどうにもならんか、うわーちょっとああいうのがわからないのがダメだね、うーんそうかー、2分30秒。ちょっともうダメか。ちょっともうダメな気はするが。そうだよね。相手に全部渡ってんじゃん。バッファローマンどころじゃないよ。ドラゴンも2匹とも敵陣にいるよっていう。これはちょっとどうしようもないか、これはちょっとどうしようもないなそうかいやこれはダメだ、あれっていうかちょっと待って、いつも時間切れてるから投げたことがなかった、あれこれどあった、投げましょう、ルーズ、やられましたね。はい、ということで、そうだな、まあなんか今回はそうね、角も
角も飛びさんも両方相手の手に渡っちゃってたからボコボコだった感じですかね。はい、ということで、まあ今回も3局打ってみたわけですが、1勝2敗か。なるほど。いや、なかなか勝ち越せんね。通算で、11勝16敗ということで、27局。まあ、9日目って感じか。そうか、そうか。まあ、一応9日で19球。これさ、どの辺から上がったり下がったりするんだろうね。多分、初めのうちは、負けても、この、達成率ってゲージが下がってなくて、勝つと上がるって状態になってるんだと思うんだけど、多分どっかの瞬間からそれが変わってくると思うんだよな。変わってくると思うんだけど、どの辺からそのボーナスタイムというか序盤の気力が、定まってない時の、ゲージがね変わるのかっていうのもちょっとわかんないので、まあその辺もね、様子見つつって感じですかね。ゲージは相変わらず終盤力だけベコッとへこんでると、でなぜか芸術だけ、伸びてるという感じですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。